わあ、これは辛い。うわあ、これ辛い。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やってきましたメンソーレー。ということで今回ですね、沖縄県、豊見城市にあります、麺屋だるま屋豊見城店さんに来ております。これちょっと漢字難しいですよね。僕ちょっと読めなかったね今。豊見城じゃないです、豊見城ということで、こちらですね、まあ、横浜家系ラーメンのね、豚骨醤油ベースのスープが、のラーメンで美味しいんですけれども、なんとですねこちらに激辛ラーメンがあるということで、今回やっていきます。そちらの ラーメンがですね、特製からしだるまラーメンということで、まあ、韓国一味とかカイエンペッパーとか、様々な、ね、数種類の香辛料を加えて辛みを出しているそうで、今回もですね辛さレベルが選べます。1からですね30倍のマックスの辛さ、卒業というものに今回挑戦していきたいかなと思います。で、もうねお店の方でですね、美味しく食べられる辛さとして、まあ、本当にね、やってるんですけれども、裏メニューでね追い辛ができるらしくて、まず30倍を食べて、半分ぐらい食べたらね、そのちょっと追い辛をちょっとやっていきたいかなと思います。それでは中に入っていきましょう。レッツゴー。おー、来ました。こちらが特製辛子だるまラーメン、辛さ30倍、卒業でございますということで、こちらがですね、追い辛30卒業の向こう側にあります、これは追い辛ですね。これなんかハバネロとかをこう練り上げている、こう、まあ、辛子味噌みたいな感じですね。はい、それでは早速いただきましょう。いただきます。さあ、特製辛子だるまラーメンお手並み拝見ですよということで、じゃあね、まずスープからいきます。いただきます。じゃあちょっとスープ、はい、卒業していきます。いただきます。これは、まあ、口の中がバンと刺激されるような感じですけど、これスープは、豚骨醤油ベースになってますね。麺いきましょう。麺は縮め麺、いきます。うま辛い。確かに人によってはこれはちょっと救急車出動レベルかもしれないけど、おいしい。してみてください、この分厚いチャーシューというか、まあ、ちょっと一口でいっちゃいますから。いただきます。チャーシュー最高だな。とろけるようにジューシー。入ってる具材はね、これほうれん草にネギ、煮卵、チャーシュー、まあ、あとさまざまな香辛料が入ってますけども、体の体内温度が 2,3 度ぐらいこう上がったような、それぐらいの辛さです。おいしい。チャーシューおいしい、これね。半分ほど食べようじゃんでね、美味しい。この30倍は、まあ、辛いの好きだったら、まあまあまあ美味しく食べられる辛さです。で、一応これね、卒業の向こう側に、行っていきたいと思います。卒業した後はどうなっちまうのと、あの世行きですよということで、はい、じゃあこちらの激辛ハバネロを使ってね、この激辛薬味を足していきたいと思います。ハバネロの風味がしますね、これね。ちょっと溶かしていきましょう。ちょっと危ない感じがしますね。スープ、いただ
きます。とんでもないとんでもないことしてまた。これはだま、これはすごいな。あ、桁違いに辛くなってる。卵で休憩しよう。卵で。30倍の辛さよりね、もう格段に、辛くなりますね。口がもう焼けるように痛いですけども。これは辛い。麺と具材食べ終わったね。最後このスープを飲み干して、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。これ辛いわ。口がすごいしびれる。はい、じゃあ行きましょうか。これは辛い。うわこれ辛い。残りちょっとなんで、最後のこれ見ますけど、これ結構辛いわ。すいません、いただきます。
ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。麺屋だるま屋さんの特製辛子だるまラーメン、辛さ30倍の辛さ増し、はい、一応まあ30倍のまあ状態だとまあ辛さレベル7とか7ぐらいです、はい。まあ、この状態も美味しいですね、はい、普通に、まあ、美味しく食べられる辛さかなと思って辛いの好きだから、はい、じゃあ辛さ増し、このハバネロの、辛子味噌が入ったところの辛さレベルを発表していきたいと思います。辛さレベル、ジャラララジャン、辛さレベル9です。おめでとうございます。9ですということで、まずねデフォルトバージョン、はい、30倍、ということでね、これ卒業と書いておりましたけれども、この豚骨醤油の醤油ベースのこのスープが、ね、美味しくて辛さがより食欲をかきたてる、そんな一品かなと思います。一押しはねこの柔らかいチャーシュー、これチャーシューはねもうとろけるようにジューシーで、美味しかったです。その後ですね、このハバネロを使ったこの辛子味噌入れましたけど、これはマジで危険だね。ハバネロのやつこれ入れるときはね、まあこう事前にこう牛乳とか飲んで、挑戦する方がいいかなと。ちょっとねお腹がチクチクするんで、いきなり食べると胃がびっくりしちゃうかもしれないんで、乳製品でケアしてください。一応お店の人気ナンバーメニューはね特製だるまラーメンということで、ぜひぜひ辛くない、別に激辛ラーメン屋さんじゃないんで、ぜひぜひ、沖縄に行った際は、だるま屋、来てみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々激辛ブログ更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。めんそーれ